はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見て思った話、黒崎第5話ですね。いや、毎回言っていますが、黒崎平野紫耀さんのあの迫真の演技、見事ですよね。真に迫るあの迫力感、今後キンプリを脱退されるということなんですが、としても十分やっていける素養、才能ありますね。今後とも応援していきたいと思っています。いや、終わりを覚悟した三木本が目の前にやっていた黒崎に対して放ったあの言葉ですね。お前の仇は俺で終わりじゃないと言い残し、自らピストルの引き金を引き、最後を迎えてしまったという第5話でしたね。そうなんだと、これはまた引き込まれますね。第6話にそこに佐々木蔵之介さん登場なので、どういう風に絡んでいくのか。ここで第5話のあらすじを少し追っていきたいと思うんですが、三木本って上海に飛んだ黒崎で案内役を待ってるんですね、平野翔さん。そこに突然現れたのが早瀬中村ゆりさんです。いやー、中村ゆりさんのあのチャイナドレス、めっちゃ似合ってますよね。なんとも妖艶な中村ゆりさんです。中村ゆりさんといえば、以前ケイ君もスーパーリッチというドラマで、中村ゆりさんお話しさせていただいたことがあるんですね。そうです、江口のり子さん主演、氷河守役のベンチャー企業スリースターブックスを立ち上げる、その中の今吉玲子役だったんですね。創業時からのメンバーで、守にとって初めてできた女友達という設定で、いや、なんともこの妖艶と言いますか、少し影のあるね、ああいう役をやらしたらうまいですよね。いや、かっこいいんですよね。黒崎と、カシナがやり合っているあのシーンで、カシナが追いかけようとするところ、足をカッと引っ掛けてカシナを転倒させ失礼っていうあの感じ、いやー、なんて僕ね、あの中村ゆりさんと、そしてあの七尾さん、あの二人はね、なんか非常にかっこいい女優さんだなと思っているんですね。皆さんいかがですかね。で、話を戻り、黒崎は三木本に騙された有力者たちと顔を合わせているんですね。向こうでも三木本はその50億を捻出するために詐欺を繰り返しているんです。上海の詐欺業界では、しかしマフィアの二大勢力がしのぎを削っているんですね。その片方がレッドドラゴン、いや、いかにも上海のマフィアらしい名前。カスラギの名前を使って詐欺を働いたことで、もう三木本は日本に戻れないんですね。そして部下の垣根とともに金策に翻弄する。しかし黒崎にまんまと仕掛けられた三木本、そのレッドドラゴンに対して欺くことになってしまう。しかし部下の垣根が殺されてしまうんです。しかしここでケイ君、一つ疑問があるんですよね。このメガネ、こんなにうまく銃弾が撃ち抜けるのかというのを、このレッドドラゴンさんにお伺いしたいんですよね。どこぐらいの至近距離から撃ったのかな、で、この角度はどんな感じなのかなっていうね、このメガネのこの撃ち抜き感、いやー、すごいですよね。さすが上海のマフィアです。レッドドラゴン、恐るべし。そしてあの黒島結菜さん、つららですね。もうすでにあの黒崎の飼い猫を黒預かっていますよね。もうこの時点で、かなりあの黒崎のことを許しているというか、ほの字になっているんでしょうね、つららは。カシナはカシナで、以前に大きな詐欺にかかって自分も、痛い目にあったんでしょうね。忘れられない事件があるんでしょう、自分にとっても。だからあれほどまでにその詐欺行為に対する、これはまた後ほどそういう場面も明かされていくんではないかと思っています。いや、カシナももう実費で上海飛んでるんですから、もうかなりのもんですよね、カシナの思い込みも。
まあ、海を越えてなお続くカツラギの主役に翻弄されながらも、まあ、命を懸けて三木本を食いに行くこの黒崎、まあ、そしてカツラギの息のかかった、まあ、レッドドラゴン、そして敵対するマフィア、これまたキングタイガー、いやこれも上海だしマフィアの名前を使ってますね、まあ、登場するんですけども、まあ、ここから黒崎の復讐劇の怒涛の結末へと行くんですね。ここはもう見応え十分でした。黒崎は現地のこのマフィアを使って、まあ、三木本を追い詰めていくんです。しかし三木本は日本にいるここで登場の佐々木蔵之介、北条に助けを求めるんですが、しかし北条は三木本を見限り、あなたの50億は私が回収しますと言い放ち終わってしまう。いやここも冷酷極まりないですよね、佐々木蔵之介さん。まあさすがにここはひまわり銀行の執行役員まで上り詰めた北条、佐々木蔵之介さんですね。まあ、北条と葛城は通じ合っているんです。そして三木本が海外にいることを確認すると、まあ三木本から、まあ、接触があった時には、まあ葛城さんに報告した方がいいんですかっていうようなね、ああいう場面があったんですが、まあ葛城は不要と答えると、北条不敵な笑みを浮かべながら了承するあのシーンですね。いやーなんとも底知れぬあの悪の感じ、さすが佐々木蔵之介さんですね、見事です。いや終わりを覚悟した三木本は目の前にやってきた黒崎に対してスッとピストルを置き、部下のメガネを置き、でやれよとこう叫ぶ。しかし黒崎は拳銃を取るかと思いきや、その部下が残したあのメガネをすっと取りポケットに入れ、俺は人殺しはしないと言って部屋を出ていく、あの平野翔、いやここらはすごい迫力と、もう真に迫るあの演技力でしたね。お前の仇は俺で終わりじゃないと言い残し、自らピストルの引き金を引く三木本の最後、銃声を聞きながら去っていく黒崎。いや宿敵三木本を破滅させ復讐を果たした黒崎だったんですが、しかし脳裏の中にはそれを果たしたからといって失った家族は戻ってこない、あの幸せであったあの家族のシーンが蘇ってくるんですね。雨の中彼は路上に膝をつき嗚咽を漏らして大泣きをする、あの黒崎、平野翔さんの迫真に迫る演技だったですね。どんなにも素敵な家族であったのか、しかし悔やんでも悔やみきれない三木本を追い詰めて破滅させても家族は帰ってこないんだというあの切なさ、胸に迫るものがあった5話でした。いやこれからの展開がまた見えなくなってきてますね。面白いですね、クロサギ。また6話でお目にかかりたいと思います。ではまた皆さんごきげんよう、さよなら。平野翔さん最後の涙、こちらももらい泣きです。